高楽園駅は東京都文京区かすが一丁目にある東京地下鉄の駅である。東京ドームシティへの最寄り駅の一つであり、丸の内線と南北線が乗り入れている。それぞれ駅番号が制定されており、丸の内線は M22、南北線は N11 である。東京都交通局かすが駅と隣接しており、連絡改札を通じて、三田線、 大江戸線への乗り換えも可能である。駅務関区所在駅であり、高楽園駅、務関区として、高楽園地域、東京地域、王子地,地域を管理する。当駅は東京ドームの最寄り駅でもあり、試合開催日やイベント開催日は通常よりも混雑する。丸の内線は地上2階に相対式ホーム2面2線を有する公開機で、駅ビル、メトロ、 M 高楽園の中を貫通するように線路とホームが設けられている。また、2番線ホームには、本郷三丁目方に、駅ビル直結の改札口がある。開業当時から1980年代末頃までは、かまぼこ形とも形容される、格納庫のような高架ホームがあった。駅舎改築にあたって、一般的な相対式ホームの上屋を取り付けて、 旧来の屋根を取り外し、新駅舎、駅ビルが建設された。また合わせて、南北線建設に伴う基礎補強の必要性などから、駅東側の高架橋を早朝列車運休の上で、掛け替える工事も実施されている。明ヶ谷側に留置線が2本あり、池袋方面の線路とつながっている。この留置線は、丸の内線の新宿延伸開業に伴う車両の、 大幅な増備時に、小石川車両基地の拡張工事が未完成で、車両の留置場所が確保できないことから設けられたもので、ある。1958年7月末に完成し、同年8月5日に使用を開始した。2019年までは、早朝の東駅始発池袋業及び朝ラッシュ後の新宿方面からの東駅終着列車が設定され、留置線を出入りしていたが、 2019年7月5日のダイヤ改正で、隣駅の明ヶ谷駅まで延伸され、当駅終着列車は消滅した。現在は、方南町終着列車の折り返し階層で入庫している。南北線は、地下6階に島式ホーム1面2線を有する地下駅。ホームの深さは、地下37.5メートルで、東京メトロの駅では、千代田線国会議事堂前駅に次いで深い。 南北線の線路は本駅のすぐ南側で東京道具の直下を通過している。南北線の計画時は中央大学後楽園キャンパスの直下に駅を建設し、飯田橋駅までの区間は現在の大江戸線のルートで掘削を予定していたが、春日駅との乗り換え距離を短縮するために現在の位置に建設された。また、駅建設時は 地下駐輪場との同時施行を実施した。丸の内線の駅と三田線の春日駅はやや距離があるため、もともとは別の駅という扱いであったが、南北線の開業を経た後大江戸線の開業によって、丸の内線から三田線までが連絡通路で結ばれたため、連絡駅となった。ただし、丸の内線ホームと三田線ホームを直接結ぶ通路は、 なく、南北線本コース、大江戸線ホームを経由するため、約450メートルほど離れている。当駅と春日駅との間には連絡改札口が設置されている。なお、2013年3月16日より、この連絡改札口を経由して、春日駅の駅構内を通過できる、駅構内通過サービスが導入された。全ホームで、 スイッチ制作の発車メロディを使用している。南北線ホームでは東京ドームの最寄り駅であることにちなみ、アメリカのノベルティソング、テイクメアウトツーザボールゲームをアレンジしたものを使用している。駅ビル、メトロ、エムコーラクエンは1994年に A 団地下鉄では最初の駅ビルとして開業した。民営化後も直営事業であったが2006年より、 東京メトロに代わって、子会社として、同年に設立された、メトロプロパティーズによって、管理、運営されている。出店テナントの詳細は公式サイト、フロアマップを参照。各年度の1日平均乗降人員は、可表の通りである。各年度の1日平均乗車人員数は、可表の通りである。文京シベックセンター停留所車区出店。ありがとうございます。